はい、今日は皆さんの疑問にお答えする充電器でですね、どれぐらいパフォーマンスが変わるのかっていうのをですね、調べてみようと思います。世の中にはこんなに充電器、家中集めるとこんなにいっぱいあるんですね。なんですけれども、これらの充電器、本当にこういうのを見ると5ボルト1アンペアだとかですね、いろいろ書いてあります。5ボルト2アンペアとか、ものによっては5ボルト 3.4 アンペアですかね、4アンペアのアダプター、いろいろあります。で、本当にこれらのアダプターがそのパフォーマンスを発揮しているのか、で、充電が遅いなとかと思った時に、いい充電器をね、買ってきても本当に使えてるのかって、こういうのってよくわからないですよね。なので今日は家中ここを集めてきたですね、いろんな充電器で、まあ、果たして本当にパフォーマンス発揮できているのか、どれぐらい変わるのかっていうのをですね、この USB テスターっていうので調べてみようと思います。で、まあ、ちょっと使うのがですね、この USB テスターと、まあ、今日は Android のですね、スマホ、これで充電してみたいと思います。で、これにですね、USB をつけて、こう挿すと、ね、そして、まあ、携帯電話を用意する、まあ、これだけいろいろあるもんですから、まあ、とりあえずこれを避けておいて、今日は2、4、6、8、10種類、ね、なんと家中集めると10種類もあったんですね。これを、コンセントにつけていろいろ見てみたいかなと思います。さて、最初に用意したのはアップルの純正の充電器、まあ、ここにはですね、一応 5V の1アンペアって書いてありますね。 5V の1アンペアなんですけれども、これを挿すと、充電開始しましたね。4.83V の 0.76アンペアですかね。1アンペアほどは流れないんですけれども、まあまあ流れていると。これアップル純正 5V 1アンペアね。これを、iPad のですね、これは 5V の 2.1 アンペアって書いてあるんですかね、5.1V 2.1 アンペア、本当にそれだけ出るんだろうかと、ね、思います。今度はどうなるか。お、結構出ますね。1.43 アンペア。さっきの2倍出ますね。やはり1アンペアタイプと2アンペアタイプではだいぶ違うと思ったら、ちょっと落ちたかな。はい。はい、これ終わったね。で、次はですね、これブラックベリーの充電器。これね、5V の、0.75 アンペア、750mAって書いてあります。750mAのブラックベリーのタイプだとどうなるか。お、ちょっと低いですね。なんか比例してる感じがしますよね。 0.46 アンペア、だいたい 30% ぐらいちょっと低い感じがしますかね、ブラックベリーで。今度はですね、 iPhone のアダプターにそっくりの、これ中国のアダプターね、もう形はそっくりなんですけど、これは 5V の 1アンペア、これアップルと同じね、これと全く同じなんですけれども、実際にそこまで出るのかどうか。お、 0.46 アンペアっていうことはアップルほどは出てないね。はい、じゃあこれはということで、アップル純正に比べるとこちらの方はちょっと性能が落ちてますね。で、今度はこれはですね、中華スマホについてきた充電器、 5V 1アンペア同じ、今度 5V 1アンペア来ましたね。どうでしょう。充電するんだけど、んー、なんだこれは、粗悪品か。 0.00 アンペア、ほとんど流れてないね。はい、ダメです、これは粗悪品、除外。さて、今度はですね、じゃあ一遍日本のものに戻りましょう。これは au のスマホについてた充電器ですね。これは、5V の、これも1アンペアでしょうかね。5V の1アンペアだと多分思います。ここに書いてあるか。5V 1アンペア。同じく 5V 1アンペアが続きますが、今度はどうでしょう。お、充電開始した。やっぱり1アンペアってタイプは、だいたい 75% ぐらいのパフォーマンスですかね。0.76 アンペア。これは Apple のこの充電器とほとんど同じですね。これとほとんど同じだ。ね、これ粗悪品、これはもう論外。さあ、続いてですね、今度はエレコムの同じく 5V1 アンペアのタイプですね。こうやって折れ曲がるタイプなんですけどね。
はい、5V 1アンペア続きます。どうでしょう、 5V 1アンペア結構多いみたいですね。お、これは本当に1アンペア流れる。お、珍しいですね。ほぼ 100% の効率で電流が流れると、ね、これはなかなかパフォーマンス的にはいいかもしれない、ね、お気に入り、お気に入りなのこちらのところね。さて今度はですね、こういう充電器、携帯電話を、こうやって挿すとですね、こうやって携帯電話のスマホのですね、バッテリーを抜いて充電するタイプのそういう充電器なんですね。そこに USB ポートがついてるんですよ、ね、USB ポートがついてて、これ 5V の 500mAh って書いてあるんだけどね、本当にどうかやってみましょう。 500mAh ってちょっと小さめな気がしますが、どの程度パフォーマンスがいいのか。お、500だけれども 0.36、 まあまあ出てるかな。どうなんだろう、まあちょっとした充電には十分ですね。はい、おまけ程度でしょうこれは、ね、さて今度はですね、無線ルーター、まあ、本当にいろんなところに USB ポートがついてるもんですけれども、この無線ルーターにもですね、給電用の端子があって 5V 1アンペアってありますね。これでもやってみましょう。はい、これをつないで、これは 0.56A、 0.57A、 1A ほど出ないな。はい、 0.59% ぐらいですかね。残念です。まあそこまでパフォーマンスは出ない、ね、さあ最後にですね、なんとこれは 5V の 4A というですね、これも中華スマホの、まさにこれですね、 LETV っていうですね、この中華スマホの、標準アダプター。 5V4A、そんなに流れるんでしょうかね。 5V 4A も流れたらあっという間に充電してしまうような気がしますけどね。さあ見てみましょう、 5V 4A の実力出るか。お、まあまあ出ますね。 1.36A、 あーと思ったら 1.2、 1.3、 ちょうど iPhone のですね、 5V、 iPad の 5V 2.1A のアダプターに近いぐらいですかね。ということは 4A も流れるっていうのは一体どういう時なんだろうって考えちゃうんですけど、まあそれはこのスマホのですね、充電能力っていうのもあるもんですから一概には言えないですが、まあ、4A も使うことっていうのは多分ないんでしょうね。並列して2つあるので、ね、同時に使うってことなんでしょう。さてここまで来てですね、まあ、私がちょっ と、前使ってて最近おかしいなと思ってたこの 5V 3.6 アンペアっていうですね、このコンセントもついてて4つもついてる、見た目とても便利なんですけれども、実際これがどうなのかをちょっと見てみましょう。最近調子悪いなと思ったんですけれども、実際つないでみると、お、今日は復活してるな。これコンセントのほら消えたりついたりとかですね、コンセントの、向きにね、こう差し方によって電気ついたりつかなかったりする。でも見た目わかんないからね、本当に夜中ほかっておくと、充電してるかしてないかわかんないということで、やっぱりですね、こういう、いろんな充電器が今回ありますけれども、これらのパフォーマンスが本当にね、こんなに家に、ね、ゴロゴロあってもね、結局使えるのってほんの一部だと思います。これは結局ダメだし、これはダメですね。一番なんかパフォーマンスが良かったのは 1A のタイプで 1A 流せるこれですかね。それと iPad の、充電器と、このですね、中華スマホの充電器、これが1.3、1.4 ぐらいで、これが 1A ぐらい。それぐらいの、それ以外のものはほとんど 0.6、0.7 とかっていうふうに結構クズなものですね。で、そしてまあこの辺なんかは壊れていて論外かなと思います。ということで、まあこういうふうにですね、せっかく充電器を、持っているのであれば、一つはこういう USB テスターっていうのを持って、いろいろ、パフォーマンスがどうかっていうのをですね、確かめてみると、本当にいい充電器をですね、効率よく寝てる間とかですね、待ってる間に充電できるかっていうのがですね、確かめれると思います。まあ私はそういう意味では、まあこれからはですね、この充電器一つ持っていけば 5V 1A ぴったり流れるということでですね、愛用してこれらのね、ここの3つだけにして、まあこれらはまあほとんど処分ですね。これなんかはもうゴミ箱っていうふうにしていけると思いますので、ぜひ皆さんもいろいろテストしてみたらどうかなと思います。